どうも、福山光平です。現在時刻は夜の8時です。これからですね、友達と2人で海釣りに行ってきたいと思います。それでは、出発です。自分で釣ってきたサバで、サバ餌を作っていきたいと思います。作り方は至って簡単で、こう頭を落とした状態で冷凍しておいたサバを解凍します。そしたら、大名おろし。この骨の上を滑らすように人たちで身を半分剥がします。で、反対側も同じように真ん中の中骨の上を滑らすようにして身を剥がします。よ。そしたらこのままだとちょっと餌として大きいなっていう時は半分ぐらいに切っていきます。これをあとはまずはひたすら繰り返します。はい、全部の身の大名おろしが終わったら、こうして皮目を上にしてバットの上に並べていきます。あとはこの上に塩をバーッと振ってあげて一晩寝かせるとサバ餌が完成します。それでは釣り編スタートです。まずは今回使う仕掛けの紹介をしていきたいと思います。今回はシンプルな浮き釣りということで、一番上に細長い浮き、その下に小さい重りで、一番下に針がついていて、その針に先ほど作ったサバ餌をつけてあります。これを投げ入れるだけ、非常にシンプルな釣りです。浮きの頭にはパキッと折ると光るケミホタルという発光体を入れます。こうすることで夜の海でも自分の浮きを目視できるようになります。暗い海の中にポツンと浮かぶ自分の浮き、あれが沈んだら魚が食った合図ということで、ワクワクしながらその時を待ちます。ヒット。さあ、1匹目に釣れたのはなんとこちら。はい、ヤドカリでした。めっちゃ恥ずかしかったです。大きい声でなんか釣れたぞっつって友達を呼んだら、このね、元気のいいヤドカリだった。はい、海へお帰りいただきました。ヒット。ありがとう。イエーイ、アナゴ釣れました。サバがアナゴに化けた。さあ、こちら釣れました。大きな大きなアナゴです。見てください、かなりのサイズです。50センチぐらいでしたかね。いや、最高です。ロマンのある釣りです。やっぱり夜釣りはこうして生かしておいた後、締めて持ち帰りました。ヒット。続いて釣れたのはこちら。釣り人から嫌われております、食べれないフグ。すぐに海にお帰りいただきました。友達にヒット。友達が釣り上げました。超巨大なアオリイカです。もうタモに入らないぐらいの本当に大きなアオリイカです。いや、今回泳がせ釣りっていう仕掛けを友達はやってたんですけど、もうこれがかかった瞬間に竿が海に持ってかれるぐらいの重みがかかって、これまで見たことないですね。こんなに大きなアオリイカが釣られてるのは。だいたい友達も175ぐらいあるんですけど、もうその上半身丸々はあるぐらいの本当に立派なアオリイカを釣り上げてくれました。ヒット。さあ、朝になってカサゴが釣れてくれました。ただね、ちょっと小さいので大きくなってまた釣れてねという思いでリリースします。元気でね。友達にヒット。またまた友達が釣り上げました。今度は型のいいカサゴです。これは持ち帰って美味しくいただきます。帰宅して調理開始です。さあ、今回ですね、家族とか一緒に釣りに行った友達とこうワイワイやりながら動画を撮ったので、音声だけはナレーションで別撮りでお送りしています。今回扱う魚も多いので、調理編はサクサクっとやっていきたいと思います。まずはアナゴに目打ちをして、背開きで背骨に沿って身を開いていきます。これがね、なかなか難しいんですよね。ウナギとかアナゴとかハモとか、そういう長い魚をさばくのはやっぱり難しいです。このように開き終わったら、内臓を手でベリベリベリっと剥がしていきます。
ここは割と簡単に取ることができます。そしたら次はもう半身の方に残っている背骨をガリガリガリと外していきます。これもかなり難しいです。骨が外し終わったら頭を落として食べる大きさに切り分けて背びれを外します。で、今回釣れたアナゴなんですけど、僕らが普段天ぷらとかで食べるアナゴとは実は別の種類のアナゴなんですね。普段僕らが食べてるのはマアナゴっていうふわふわの身の方なんですけど、こっちは黒アナゴといってちょっと小骨が多く入ってる種類になります。なのでハモと同じ要領で骨切りをしていきます。こうすることでふわふわになります。骨切りが終わった身を天ぷらの種につけて揚げていきます。いやー、いい音。こんなのね、美味しくないわけないですからね。最高です。さあ、続いて友達が釣ったカサゴを調理していきます。今回カサゴはお刺身でいただきたいと思います。なのでまずはエラを外していきます。包丁の先を使ってエラの接着を剥がして、エラの付け根を断ち切ったら包丁を差し込んでぐるんと回してあげると一気に全部のエラが取れます。そして今回は綺麗に内臓も引っ張り出せました。うわ、見てください。やっぱりね、釣りたてだからエラの色も新鮮だし、で、内臓もまだね、しっかりプリプリとしています。ではここで胃袋チェックやってみたいと思います。さあ、何か出てくるか。お、これはエビですね。僕たちが釣りのために使ってた巻き餌のエビが出てきました。さあ、内臓をきれいに処分して、ここからは三枚おろしにしていきます。で、今回なんでエラを抜いたかっていうと、こう頭をつけたまんま今日は姿作りにしたいなと思ったので、このような形で三枚おろしにしていきます。頭をつけたままの三枚おろしの時は胸びれの横に一本線を入れて、そこから背びれと腹びれのところにガイドラインを入れて、最後中骨に沿って尻尾の方からガリガリガリと接着を外してあげると、まずは半身綺麗に取れます。ほら、見てください。やっぱりね、新鮮ですね。白身がもう輝いてます。で、カサゴはまあ煮付けとかにすると美味しいっていうイメージは結構あると思うんですけど、新鮮なものはお刺身で食べると本当に美味しいです。このように反対側もお腹側、背中側、そして胸びれの横と3箇所ガイドラインを作って、中骨に沿って包丁を入れたら尻尾の方からガリガリガリと骨の接着を外していきます。はい、これでカサゴの三枚おろしの完成です。そしたら、腹骨をなるべく薄くすいて身を残してあげて、もう半身も同じように腹骨を薄くすいて、その後皮を引いて血合い骨を抜けば、いよいよお刺身の前の柵取りが完成します。で、今回ちょっと調理編が長くなってしまいそうなので、初の前後編バージョンということでお送りしたいと思います。まだね、さばいてない友達が釣った巨大なアオリイカがいますので、それは次週に、そして今回のすべての料理の完成は次回に持ち越したいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。それでは最後に次回予告をご覧ください。次回、料理編後半、巨大アオリイカのさばき方、釣った魚のフルコース、どのような姿になるのか、完成をお楽しみに。それではまた。福山浩平でした。